世界一美しいデザインの車を作りました。かっこ個人の感想です。ツインターボのロータリーエンジンも作ってみました。RX7 の実車はとても買えないので模型でも作ります。参考資料としてタミヤのプラモデルを買いました。昔組んだことがありますがエンジンはついてませんでした。今回は間違えずにエンジン付きを買いました。ぎっしりパーツが詰まっています。これで1582円でした。お買い得です。ロータリーエンジンを雰囲気だけでも再現してみたい。でも今回作るのはこのプラモデルではなく、このインストを主体にブレンダーで 3D モデルを作って 3D プリンターで出力しました。3面図を主体にポリゴンを貼っていきます。まずルーフから始めました。まだこの段階では全然 FD に見えません。ヘッドライトを作ったり、テールランプを作ったりしてだんだん FD に見えてきたかな。ディテールを修正するところが時間がかかります。グレーモデルっぽい色合いにしてみました。以前作ったコスモスポーツのエンジンを一部再利用しました。まだ途中ですが、レンダリング画像はこんな感じです。エンジンも一緒にプリントしてみます。3D プリンターはエニーキュービックフォトンものです。今回は SK 本舗の水洗いレジンを使ってみました。レイヤーハイトは 0.03mm です。オブジェクトがサポートから離れてます。いつも使っているワンハオの水洗いレジンと同じ設定ではダメみたい。サポートがタイヤハウスに接触してません。もう少し設定を詰める必要がありそうです。サポートとして機能していないので簡単に剥がれます。多少歪んでいるかもしれませんがプリントはできています。塗装前に窓をマスキングしました。プライマーは密着ロンを使いました。タミヤのグレーサフと白サフを使いました。ボディカラーは赤、ハーマンレッドにしました。このモデルには無色のレジンを使いました。エンジンをセミグロスブラックで塗装しました。ポンチでマスキングテープを直径 7mm の円に切りました。
ブレーキディスクとキャリパーを大量生産しました。キャリパーはやっぱり赤に限ります。完成してもほとんど見えませんけど、3台分のタイヤ12個を大量生産中。ホイールにブレーキディスクを組み込みました。よく見たら奥に赤いキャリパーが見えなくもない。エンジン塗装はドライブラシです。塗料はミスターメタルカラーのステンレスです。塗料はタミヤエナメルなので、はみ出したところは後で拭き取ります。ナンバープレートは配給パーツのデカール用紙で自作しました。ナンバーを考えるのが面倒だったので 123C です。タイヤは直径 1mm の真鍮線で軸打ちしました。瞬間接着剤を使いました。今回もタイヤは回りません。キャリパーは前後ともに後ろみたいです。ボンネットを 3D プリンターのレジンで固定しました。完成です。3D データの URL は説明欄をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。